するしない。どうも、ひなたいこです。ドラマ誌のギャンブル宅8回戦目ということで、今回がこのイベントの最後なんですけれども、前回ベコベコにやられまして、ポイントが半分以下になりました。なので最後トップ取らないとなんかこう賞に絡めないかなっていう、しかもできれば大きめのトップがいいなっていう状況でございます。だからなるべく戦えそうな手形たちは前向きに、いつも降りてばっかなんですけど、前に出てマイナスをちょっと恐れずにやってみようかななんて思ってます。ちょっとバランス違うかもしれないんですけど、見てやってください。さあ、それではエントリーしました。早いものでもう8回目。やっとこのギャンブル卓楽しくなってきたなと思ったら、さね、前回ちょっと痛いラス引いたんでね、もうちょっとポイント伸ばしたい、頑張りたいと思います。最後引いてきますように、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トーン1曲、ドラマリャンゾー、プレイヤーはシャーチャです。まずは赤が1枚ずつ。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。3ドイツ。どんな戦いとなるのでしょうか。ですか、チートイツ見ながらやりますか。日向、早くもリャンシャン点。方針が定まってきましたよね。私はシャーチャースタートですね。9万1枚切れ。スジトイツって言ってた誰かが。一番最初に仕掛けるのは誰か。お、シャアが2枚切れ。 Q1 短期のチートイツとかね、良さそうですよね。泣きません。パーピン、キューピンは、キューピンが、おお、リャンソーはドラ。枚数でいくか。キューピン2枚切れ。ハーツ2枚切れ。ウッパーピンの持ち方気持ち悪いんだけど。ペイはパーピン以下はもう切っちゃう。怖いもんね。2枚切ればっかり。リャンソーお願いします。ドラ、ドラ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 。ここでリーチ。プレイヤー行くのかな。行きたくないですね。この手で行くことあんまないですよね。あ、Q1 でよかった。まあ、いっか。Q1 でも。おい。あ、でも行けない。ローソー切れないもん。有利な街にしたい。追っかけリーチ。おやりなんでね。わい。注意が必要ですね。これは神茶には通ります。あ、ローソー通った。これは共通安全牌ですよね。なんとかなるのかしら。ならないですね。なりませんね。撤退ですか。あんなにあんな頑張りたいですねとか言っといて、いきなりなんかもうベタベタのオリオリなんですけど。ちょっと待って、ちょっと待って。神ちゃんには通ります。ね、なになに、もうやだ、もうやだ、追うのやだ、もうもうやだ、もう怖い、もう。あ、ドラマチ同じようなこと考えてる。はい、いきなりベタ折りでした。トン1曲あがりれんちゃんですから親が流れましたね。お、ヤシャンテン。あ、今回はいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。頑張れ。私一通が見えますよ、ピンズの。ウーピンニャンピン。場が重い空気に包まれています。あー、チュンの間はポンかな。あ、泣かなかった。いらないんだ。ちょうだいよ。トンは違ったよ。重苦しい場になっています。チュン2枚目です。あー、2泣き。そうず、ただこうやってるんじゃないのかな。神茶、ここは統一落とし。
あー、リャンソーポン。なんかイシャンテン。ストレートに引いた。ストレートに引いた。これ全然なんかそっちにそうだ。リーチ全然なんかかけた方がいいんだろうな。かけるか。なんか全然かけたくないけど、かけるか。かけるか。リーチ打つか。ああ、なんか全然打ちたくない。なんでだろう。ノン。今回ね、赤の変化もあるし、ドラは裏ドラ1枚だしな。あのリーチ棒をちょっともらえた形になりましたね。こういうとこ、こういうとこ。赤3つの時よね、頑張りどころ。ごしゃんと。行かない。国士行かない。嫌だもん。国士行ってる場合じゃないもんね。先ほど切った灰です。もう、ありがとうございます。いや、乗ってはないよね、このハイパイとこのツモ。厄配重なってくれた方がまだやる気出るな。吐く。波来てます？なんか全然波感じないんですけど。あっと、ここで仕掛けていく。トラギリ。ひなた、あっという間にイシャンテン。いや、イシャンテンだけど、赤ウーピンは使いたいよね。パスをダイレクトに来ないとテンパイ外しちゃうよ。ひなた、テンパイに取りません。パスを2枚切れでした。さあ、持ってきた。これはいいんじゃない、リーチで。はい、ローピン2枚切れだけどね。いやー、もうすぐにおかけく、来るんだと話別だよね。わお。横移動。あ、すごい。ローピンいい街じゃない？リーチペイ、ドラ6、バイマン。強いよー。まくるんだ。頑張れ、私。ドラマ3品、プレイヤーはシャーチャです。だって、まだいける、まだいける。トップはカミチャです。松岡さんみたいな感じで、テンション上げていこう。やれる、やれる。まだいける、まだいける。お、ドラにくっついた。いいよ。方針が定まってきましたよね。そうだね。ペイをね、ペイを重ねたいね。ここから今のは急走でも。プレイヤー行くのか。前向きに喋ってたら5秒ぐらいで終わっちゃったよ。なんだこれ、もう突っ張っていったのかよくわかんないよ。ここで仕掛けていく。あ、一枚切れはないようです。ペイはションパイなのでね、とりあえず様子見ですかね。いや、ションパイっていうかドラですよ。なんだこの形は。なんでこんなことになってるんだ。もうチートいいやろ。うん。リャンピン。ちょっと待ってよ。一息なのか二息なのかもちょっと分からん。あ、リャンピン。もう何これ、着方よ。さあ、この灰はここも我慢。これはトイメンの現物ですよね。どうなってるんだ。このままなんだよ、ピンズどうなってるの。ちょっと待ってよ、何が起きてるの。誰が上がりを勝ち取ることになるのか。ちょっとピンズ、あーい。ペイ通ったやん。
すごくない？トップ目すごくない？やる気すごくない？もう全然ダメじゃん、チーピンダメじゃん。もう、え、何、履いてどうなるの？チーピン通るじゃん、ウーピンちゃん。もう何これ、もうお母さん麻雀がもう分かりません。誰か3人麻雀を教えてください、私に。あ、しかも待って、あれ2枚2枚来た、これ来た、これ、ここからどのような手になるのか注目ですよね。もうやるしかない、制することができるのでしょうか。制すしかない。1753、ここはドラを持ってきた。よし、1753、よし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 、これでリアンシャン点です。方針が定まってきましたよね。できれば上茶さんから、お、いいよ、ひなた、いいよ、あっという間にシャン点、有利な前に、いやー来た、リーチ、リーチ、ハテバン天才、なんかありそうな気がしますよね。想像は高いけれども、けれども、トイメン、ここは6球走、これを上がりきり、あ、積もった、これ積もれればまだ未来が明るい。リーチ積も、赤ドラドラ、裏乗れ、乗った、来た、ハネマン積もは、まず逆転じゃない、ほら来た、475、うわ接戦、終わらす、超大事、ちょっとでも上がれば終わり、ちょっとでも上がればいいから。あ、ちょっとでも上がれるかな、もう何でも、うん、軽く上がる、うん、か、うん、そうしたい、そうしたい、守りたい、頑張りたい。うーん、いや、後輩なんか重なるでもいいんですけどね。場は構築状態、もうなんとか切っちゃう、これでリアンシャン点です。ピンズの形がいいですね。枚数でいこう、枚数で。よし。神茶、ここは統一落とし。え、統一落とし？とんの？とんの統一落とし？大喜利が続きます。本当。ああ、キューピン切ってるんだけどね。まあどうにでもなるからね、形はね。よし、前向きにパンパンに行きますよ。もうこんなことあんまないけどね。ちゃんとどこかでちゃんと私にください。想像全然入んないもんね、なんかね。お、これあれじゃない、三ピンがちゃんとになってくれるじゃない。リャンパーゾ、これは先ほど切った、はい、いらないいらない、リャンパーゾ、リャンパーゾ、なあ、いけない、待って、45、苦しい場になっています。ここはドラを持ってきた。うん、全然なんか別にだけど、なんだなんだなんだ、どうした、なんでこうなったんだ。ここでリーチ、どうするんだろう、1は大丈夫、ここをしのげるのか、いつも愛してるし、ちょっと待って、で、ひなた、はいはいはい、残り積もが少ないですからね、来たー降りる範囲なかったから行ったけど、よかった、何も言うことなし。これはしかも高いじゃないですか。タンズモドラさん。ひなた、まさに大勝利。やったー。なんと最後トップ取りました。よかったー。よかったよ。ありがとうございました。さあという結果なので、ここはまあ良くて。最後のポイントがプラス
55.5。 トータルスコア 104.4 ということで、おおいおお MJ 賞券いけてないっていうちょっと足りない。そして最後が MJ チップが、まあ、トータルでは少し増えたかなという感じですかね。もともとがなんだっけ11370終わってみたら12960なんでちょっと増えました。さあですが最後はね、よかった、トップ取れて100ポイント超えたんですけど、賞の圏内じゃないとこでしたね、ギリギリまあまあでも初めての参加でこれだけ楽しめたなら私は勝ち組じゃないでしょうか。さあというわけで結果ギャンブルタク終えまして、イベントの、はい、こんな感じですね。トップトップ22223トップということで、終わってみたらプラス 104.4、 このような結果になりました。あーギャンブルタクも面白い。普段こんなに赤が入ってるルール打つことないので、なんかこう気分転換にだったりはもってこいですね。結構なんかこう普段できないことを味わえた感じがします。ぜひ皆さんもこれ定期的に行ってるタクなので、よかったら参加してみてください。結構もう本当にしびれる、楽しい。さあというわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回のシーズンではドラマシのギャンブルタクプレイしてみたんですけれども、このようないろんなイベントがね MJ の中ではたくさんあるので、アプリもぜひダウンロードして皆さん参加してみてください。ご視聴ありがとうございました。また他の対局でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。